次に石井章君。石井君。日本維新の会、石井章です。通告に従いまして質問したいと思います。今日は政策評価の結果に関連しまして、就職氷河期世代への支援、あるいは子育て支援、医療的ケア事業の支援について質問させていただきます。まず令和3年度に実施されました各府省の目標管理型の政策評価の結果を見ますと、全256件のうち最低評価である目標に向かってないとされた施策が5件あります。うち3件が厚労省でありますけれども、その目標に向かってないとされた厚労省の3件をご答弁願いたいと思います。はい、厚生労働省大臣官房田中政策立案総括審議官。お答えいたします。厚生労働省におきます令和3年度に実施をいたしました目標管理型の政策評価の結果、各行政機関共通の5区分のうち目標に向かっていないととの評価になった施策は3件でございますが、1つ目は多様な職業能力開発の機会を確保し、生産性の向上に向けた人材育成を強化すること。2つ目は児童虐待防止や配偶者による暴力被害者等へのさらなる支援体制の強化を、支援体制の充実を図ること。3つ目は母子保健衛生対策の充実及び旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の円滑な支給を図ること。以上でございます。石井章君。委員長、でまず目標に向かってないとされた施策のうち、一番最初におっしゃいました多様な職業能力開発の機会を確保し、生産性の向上に向けた人材育成を強化すること、この評価書に関連して質問させていただきたいと思います。この施策が目標に向かってないと評定された理由は、指標16の就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コース訓練受講者数が目標が未達成となったということであります。で、我が日本維新の会では就職氷河期世代の課題に対して職業訓練等の強化を必要な施策として掲げておりまして、こうした職業訓練等の効果的な実施が不可欠であると思っております。この事業はコロナ禍で周知が行き届かなかったということでありますけれども、目標未達成となった、これもコロナ禍の中でのそういう要因であると理解しております。で、評価書では今後は効果のあった周知方法を分析し、効果の高い広報への改善を図るとされておりますけれども、どのような改善策を図っていくのかご答弁願います。厚生労働省大臣官房原口審議官。お答え申し上げます。ご指摘の就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コースは、短期間で取得でき安定的な就労につながる資格等を習得するための訓練と職場体験等を組み合わせまして正社員就職を支援するものでございまして、令和2年度から4年度までの3カ年事業といたしまして、業界団体等に委託して実施しております。この事業は令和2年度の実績を踏まえた、実績評価書におきまして、目標が達成できなかったところを効果の高い広報への改善を図ることで受講者の増加を図ることとしておりまして、各団体において受講者数の増加に向けた広報を積極的に取り組んでいただいたところでございます。具体的には委託先の団体等におきまして訓練受講者の募集に際しましては、ポスターやリーフレットなどの従来の募集方法からコロナ禍においても効果的と考えられます SNS やウェブ広告等の媒体の比重を高めることや、新たにオンラインを用いた説明会の実施等の取り組みを行っていただいたところでございます。こうした広報の取り組みを行ったものの、その後におきましても訓練開始者数は目標とする計画数を大幅に下回っていたために、今後におきましてさらなる改善が難しいと判断しておりまして、事業の周期である令和4年度で終了する予定としてございます。石井章君。委員長、目標設定は分かります。しかし大幅に下回っているということでありますけれども、現在の目標の達成状況ですね、現在、そしてこの事業の来年度以降の見通し、終了するとは言いましたけど見通しについてどうなのか厚労省からご答弁願います。厚生労働省原口審議官。
議員、お答え申し上げます。議員ご指摘の就職氷河期世代の方が、まあ、安定的に雇用に就くために、職業訓練等を通じた支援を行うことは重要と考えてございます。厚生労働省といたしましては、これらの方々を含む非正規雇用を繰り返す方や、長期離職者など、主に雇用保険の給付を受けられない方を対象といたしました、いたしまして、無料の職業紹介と生活支援としての月10万円の給付を支給する求職者支援制度を実施しております。また非正規雇用労働者の方々が働きながら訓練を受講し、ステップアップとなる仕事への転職を目指せるよう、職業訓練の期間であるとか、時間等の多様化、柔軟化を図る特例措置を実施しているところでございまして、職業訓練の機会の充実に取り組んでいるところでございます。これに加えまして、就職氷河期世代の方への支援という観点も含めまして、受講者への特性に対応した訓練手法を施行する事業を新たに令和5年度概算要求に計上しているところでございます。これらの取り組みを通じまして、就職氷河期世代の方々に対しまして、ニーズに即した職業訓練を通じた効果的な支援に努めてまいりたいと考えてございます。石井明君。はい、いろいろね、答弁いただきましたが、有識者からの意見として受講者数を増加させるための訓練メニューの中身を拡大していくということであります。それからいろんなホームページ等にも載ってますね。そういったものを拝見します。ただこの事業は令和4年度で終了ということでありますが、就職氷河期の世代への職業訓練等をこれを通じた支援というのは今後も欠かすことはできないわけでありますが、今の答弁ですとちょっと弱いかなという感じがするんですけれども、訓練メニューの拡大はもちろん含めまして、より効果的でそういった形をですね、引き続き就職氷河期世代の職業訓練等の支援に取り組んでいただきたいと、それ取り組んでいくということでありますが、厚生労働省の取り組み方針、具体的な取り組み方針をご答弁願います。原口審議官。お答え申し上げます。ただいま先ほどご答弁申し上げましたとおり、求職者支援制度というものの柔軟化等を図るとともに、就職氷河期世代の方への支援という観点を含めまして、受講者の特性を踏まえて効率的な訓練ができるよう、そのような手法を施行する事業を強力に進めてまいりたいと考えております。またさらに本年10月から施行されました改正職業能力開発法により法定化されました都道府県単位の地域の協議会におきまして、幅広い教育訓練関係者から地域における職業訓練対象者ごとの、訓練のニーズの詳細を把握したり、個々の訓練コースの検証の実施を行うことで、精度の高い職業訓練コースの設定や拡大を行うことを通じまして、効果的な支援に努めてまいりたいと考えてございます。石井明君。委員長、ありがとうございました。次に子育て世代包括支援センターの中身について質問したいと思います。目標に向かってないとされた残りの2つの施策についてでありますけれども、児童虐待防止や配偶者による暴力被害者等へのさらなる支援体制の充実を図ること、および防止保健衛生対策の充実および旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の円滑な支給に図ること、この2つについてはいずれも子育て世代包括支援センターの整備数が主要な指標とされております。でそして令和2年度の目標は1741市町村とされて設定されていますが、実績は1288市町村でありました。この指標の未達成により目標に向かってないとその判断の基準がされたと思っておりますが、評価書では子育て世代包括支援センターの整備数が目標に達していないとされるものの、整備が進まなかった要因分析に関する記述は全く見られない。コロナ禍の影響はあったかもしれませんが、適切な要因分析が必要ではないかと私は思っております。また令和2年度末時点で目標が未達成にもかかわらず、令和3年度以降は指標を生活支援機能を強化した子育て支援包括支援センターの割合に言葉は辞令を変えてですね、変更しております。子育て世代包括支援センターの整備は十分との判断だった
たのかどうかね、まずお伺いしますが、目標が未達成だった以上、今後の取り組みに生かすためにも、整備が進まなかった、その肝心な要因を分析する必要があるのではないかと私は思っています。まあ、そこで、整備が進まなかった要因とその分析、踏まえた整備の今後の取り組み方針について、数字を上げていただければ一番結構なんですが、その中身についてご答弁をいただきたいと思います。厚生労働省大臣官房、野村審議官。お答え申し上げます。子育て世代包括支援センターでございますけれども、主に母子保健分野での取り組みを念頭に、妊産婦乳幼児の継続的な状況把握でございますとか、各種相談援助を行っていくと、で関係機関との連絡調整や必要なサービスにつなげていくということを、目的としたものでございまして、先生ご指摘のとおり、令和3年度の政策評価時点での議論に供された数字といたしましては、令和2年度初で1288自治体での取り組みにとどまっておりました。これにつきましては、令和3年の4月時点では1603自治体、センターと称するものの箇所数自体は2451ということでありますので、確かにこの令和3年度の政策評価の時点では、まだまだ1300人に達しないところではあったんですが、その後、1600自治体ということで、広がりはしてきているのかなというところではございます。ただ、こうした中では、やはり福祉部門との連携について、どのように対策を組めばいいのかわからないとか、そういったこともあって、なかなかこう立ち上げが思うに任せなかったような地域もあるようには聞いております。そうした中で、今後の方針ということでございますけれども、児童虐待の防止でございますとか、あるいは家庭支援の強化を図ろうということで、本年6月に成立をいたしました改正児童福祉法の中で、この子育て世代包括支援センター、つまり母子保健部門での相談調整機能と、それと子ども家庭総合支援拠点、こちらどちらかというと福祉の方を中心として、ソーシャルワーク等々を担っていくところでございますけど、この機能を再編成をいたしまして、一体的に相談支援を行う子ども家庭センターといったものを新たに制度化いたしまして、こちらを令和6年度から設置をしていこうということで、必要な支援員の配置でございますとか、あるいは場所の整備、そういったものについても、令和3年度の補正予算の中に事項を盛り込ませていただいて、今、準備に向けて取り組んでいるところでございます。石井明君、省庁をまたいでですね、縦串横串入れていかなければならない問題でありますが、評価書では、子育て世代包括支援センターに関する測定指標に関連して、特定妊婦、あるいは若年層への妊婦へのケア、産後うつへのケアなど支援を必要とする妊産婦に対するアウトリーチの取り組みに関わる指標も必要と有識者から出ておるわけであります。アウトリーチの取り組みは、妊産婦の多様なニーズに応えるためにも重要であります。適切に目標を設定した上で、取り組みを推進する必要があると考えます。厚労省は、令和3年度中に現状等を調査し、アウトリーチの取り組みに関わる指標や目標値を検討するとしておりますけれども、現在、具体的な指標や目標の設定が同時進行で行われているのかどうか、検討状況についてご答弁をお願いします。野村審議官。お答え申し上げます。ご指摘のように、令和3年の夏の、政策評価の事後評価の中で、産後ケア事業の中のアウトリーチ型でのこの実施箇所数などの指標について検討することと合わせまして、令和3年度中に調査の結果、目標値について検討するということをこう回答しておったところでございます。そうした取り組みを進めようとしていたところではあるんですが、そうした中で、実はそのと今年の1月になってでございますけれども、今年1月でございますけれども、このアウトリーチも含めました産後ケア事業全体につきまして、総務省の行政評価監視の報告書において、令和6年度末までこの産後ケア事業全体について全国展開を目指すべきだと、そうしたことをやる上での各地の現場で抱える課題をしっかりと把握をして、取り入れる方策を検討するようにという勧告をいただいたところでございます。厚生労働省といたしましては、この政策評価の際の経緯、有識者のご意見に基づく、こういったアウトリーチ型についての検討であるとか、あるいはこの本年1月の総務省からいただいた勧告、こうしたものを真摯に受け止めまして、この産後ケア事業の展開に向けての課題を把握するため、調査研究を実施することといたしまして、昨年度中に公募を行い、本年度この調査を実施しているところでございます。そうした事情もございまして、現状において、このアウトリーチの部分についての指標については、
まだ策定確定をしてお示しをできているところではございませんけれども、この現在、産後ケア全体についてこの着手した調査研究の中で、このアウトリーチ型の取り組み状況を含めて、各自治体における課題などを調査把握した上で、目標設定などにも生かしてまいりたいというふうに、かように考えております。石井明君。はい、時間がないんで次に進みますけれども、いろんな政策がこれから今同時進行でやっていくと、国だけではできない問題、これ各市町村に委ねなければ自治事務なんかも変わらなきますので、しっかり連携を取っていただきたいと。でそこで医療的ケア児とその家族に対する支援についてということでご質問いたします。医療的ケア児の支援にあたっては、医療的ケア児支援センターと子育て世代包括支援センターや教育機関、医療機関との連携が重要になると、これ考えております。適切な連携が行われるよう、国としてしっかりとした支援をしていただきたいと思いますが、具体的な取り組み方針について厚労省の方からご答弁を願いたいと思います。厚生労働省社会援護局辺見障害保険福祉部長。お答え申し上げます。昨年9月に施行されました医療的ケア児およびその家族に対する支援に関する法律におきまして、医療的ケア児およびその家族に対する相談支援などを行います医療的ケア児支援センターを都道府県が設置できる旨の規定が設けられたところでございます。令和4年8月時点で34道府県、令和4年度中に42の都道府県で設置予定となっているところでございます。医療的ケア児支援センターには、医療的ケア児等に対して行う相談支援にかかる情報の集約点になること、医療保健福祉教育等の多機関にまたがる支援の調整について中核的な役割を果たすことなどが期待されております。各地域において医療的ケア児支援センターと医療機関、子育て世代包括支援センター、教育機関などの関係機関が緊密な連携を図りつつ、医療的ケア児等への支援を行う体制の構築が進められていると承知しているところでございます。厚生労働省といたしましても、自治体に対しまして関係機関等との連絡調整などを行う医療的ケア児コーディネーターの配置、また医療保健福祉教育子育て等の関係機関等が参画し、地域の課題や対応策を検討する協議の場の設置などに対しまして、財政支援などを行い、医療的ケア児支援センターなどの関係機関が連携して地域の支援体制を構築をしていくということを支援しているところでございます。引き続き関係機関との連携のもとに、医療的ケア児およびその家族を支える体制の整備にしっかりと努めてまいりたいと存じます。石井明君。はい、ご丁寧なご答弁ありがとうございました。時間が来ましたのでこれで終わりにします。ありがとうございました。この際、委員の異動についてご報告いたします。本日、青山茂春君が委員を辞任され、その補欠として広瀬めぐみ君が選任されました。次に上田